はい、まあこちら、とりあえずまずライト付きかどうかとかを見てね、いつの製品なのかとかそういうの。でまあ値段は1100円、高いジャンク品で。ね、はい、もう一個は二つ目はこれ D51-209かなとです。1100円、高い。こちらはありゃ、高価の曲線ベル。値段は両方300円でした。で、四つ目はこれ。このね、大量のね、瀬戸圧縮の形がありました。ちなみにこれ1個800円です。安いのか高いのかは知りません。で、最後これ。これは税抜き1500円。1650円の、なんか声で動くよう、多分マイフレンドと思います。これです。ちなみにね、給水筒が欲しくて買いました。けど、本当に動くんだね。まあ、とりあえず、動作チェックとかしていきまーす。こちら。とりあえずまず、ライト付きかどうかとかを見てね、いつの製品なのかとかそういうの。で、まあ値段は1100円。高い。ジャンク品で。ね、はい。もう一個は、二つ目はこれ、D51-209かなとです。1100円、高い。こちらはありゃ、高価の曲線ベル。値段は両方300円でした。で、四つ目はこれ。このね、大量のね、瀬戸圧縮の形がありました。ちなみにこれ1個800円です。安いのか高いのかは知りません。で、最後これ。これは税抜き1500円。1650円の、なんか声で動くよう、多分マイフレンドと思います。これです。ちなみにね、給水筒が欲しくて買いました。けど、本当に動くんだね。まあ、とりあえず、動作チェックとかしていきまーす。それじゃあ、まずはこの、ちなみにこれね、見るとね、うっすらジャンク品って書いてあるんですけど。でね、なんかランボードの白線がね、なんか、取れたりしてね。まあ、よくわかんないですけど、とりあえず、開けまーす。見た感じ動きそうなんですけどね。ツバメも無事。シールがちょっと剥がれかけてるぐらいで、まあ大丈夫そう。とりあえず、どうさて。ようやくね、ジャンクの理由がわかりました。よいしょ。液漏れします。でもこんな、アルミホイル巻きつけたけど、なんとかなるやろ。こんなアルミホイル巻いときはなんとかなるやろ。はい、次。こちら、9メガのデゴイチ200。状態はね、まあまあいい方なんじゃないですかね。テンダーじゃなかったんですけど。これどうやって外すの？どうやって外すのこれ。ほら、あ。動作 OK って書いてあったんです。OK と書いてないんですけど。もう動くやろ。ほら。あ、めっちゃ元気に動きますやん。めっちゃ元気に動く。まあ、デコイチの方はね、全然大丈夫だった。これ締め方かどうだ。あれ、締め方がようわからん。一応白組の方一回やってみます。ああ、はい。絶対液漏れで終わってんな。まあいい。ちょ、後で、3号機をちょっと犠牲にしますか。ちょ、待って。よし。次は、これいきますか。こちら、橋桁です。これ何についてたかよくわかんないですけど、とりあえず、橋脚。
ゃんとね、競技役としてね、まあ、ちゃんと組めるかテストしておきます。あれ？どうやって組むよ。ここから。これ、組めなくね？あれ？もしかして、旧タイプよ？もしかして。あ、そうだわ。旧タイプ用だわ。よいしょ。よいしょ。まあ、そんな感じで、特にね、大量大量。はい、というわけで、次はコーカレール開けます。オファ46見忘れてて、ちょっとショック。屋根が広いね。まあでも、休憩ながらよしとする。はい、次は、ここレール、開けます。至って普通の、このレールって感じ。特に割れ目もない感じだし。はい、次は、これ開けますか。まずゾーンは、お前行かない、怖い。なんかシールがあって、まあ、貨車に関しては、まあ、特に持っていきます。で、給水と、2分の1の、で、トンネル。ガーター橋とかリールはなかったっす。無理だから。これメガホン。とりあえず、